こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。改めてこの部屋何にも置いてない部屋なので、ここ何にも置いてない部屋なので、私のクローゼットの中のものとか全部ちょっとここにタンスの中のものとか一回全部ここに持ってきて並べてみようと思います。ちょっと下着とか見せられないものもあるけど、ちょっと並べてみたいと思います。頑張るぞ。まあその前にちょっと全部きれいにしてからにしよう。綺麗に見えてもね、これでやると汚かったりするのもね。よいしょ。だいたい一通りやったんだけど、バーにしてるやつ、これを引こう。まずこれを引こう。これはハンガーにかかっているのだけを全部出してきました。とりあえず太極拳ウェアと私の全部の服を出してみました。タンスの中の下着とか靴下とか、それはちょっと出さないで、それは定期的に見直して捨てたりしているので、この冬が終わったらっていうか、寒くなくなったらちょっと暖かい、スパッツっていうの、極暖のものとか捨てようと思うんですけど、ちょっととにかく出してみて。多いよね、やっぱすごいよね。まぁ、ちょっと、まぁ、太極拳ウェアはもうちょっと減らせるかもしれないね。また、このね、うまくこう、何もお金を使わないっていうわけじゃなくて、回転させたいんですよ、私。滞りたくないんだよね。気の流れを良くしたい。お洋服にも。そんな思いです。出してみて、全部。何が良かったって、まず床が汚かったので、掃除機をかけることができて、そしてクリックル、クイックルワイパーの、水拭きのやつっていうか、ウェットのタイプか。
それで下を拭くことができたのはすごい良かったように思います。そしてここもう2段、下の2段に太極拳ウェアが入ってたので、それもちょっと全部出しました。あと、まあ、下着、パジャマ、ここはアクセサリー、これ見直しするべきなんだけど、あとスカーフ、そしてここにパジャマが入ってて、あとティッシュとかまで入ってるんですよね。それからここには、下着の本当にブラジャーとかショーツとかが入ってたりして、ここに靴下とかタイツが入ってたり、ストッキングとかが入ってるので、まあ、そこは良いとして、とにかく服をみんな出してみました。なんかすごい、これでこうなんかブティックみたいに飾れるぐらいの服だけにしたいよね、本当は。まあガーデニングをするときに着る服とちょっとだけ遅行き、なんかすごい遅行きもあるんだけど、長男の結婚式の時に着た服を次男の結婚式で着ようと思ってるんだけど、コロナで全然結婚式ができないまま、子供が次々生まれて今なので、結婚式がちょっと延期しているので、その服とか、私大きいからね、レンタルってわけにいかないんで、あと喪服とかそういうのは手放せないしね。あと合唱団に入っているので、その合唱団の服とかも手放せないから、それをね、どういうところにかけてるかっていうと、この後ろにこういうフックをかけちゃって、でそこにかけてるんです、実は。それでこの手前に日常着をかけているって感じです。ちょっと本当に捨てられない大事なものは戻してみましょうかね。では、捨てられないものね、どうしても、捨てられなくて大事なもの、それを収めていきます。なんかね、すごいちゃんとした清掃のドレスなのに結婚式で着れるようなハンガーがすごいダサいのにかかってるってことに気がついて、こんなクリーニングのハンガーにかけたままになってたから、これはダメだと思って、大切なお洋服なのに、なのでちゃんと木のこのハンガーにかけて、そして一番後ろにかけます。この湿気と虫取りが入ってるからいいよね。ここにかけて、と合唱団の時に着るドレス、これもこれこっちで、合唱団のメンバーが増えちゃってこれは着れないんだけど、そうは言ってもここにかけよう、捨てるわけにはいかないので、ここにかけて、あと今年捨てないって決めた冬のコート2枚ですね。これをこの奥に2枚入れました。これは着たけどこれは着ない。これは冬のコートですね。あと喪服、ちょっと待って、喪服は一番後ろにかけちゃいますね。ハンガーのなんかね、向きが違ったりしてたんですよ。直した。これも服のスカート、これも下着こう。
これはね、ロングの黒いスカート、これも舞台衣装で前作っていただいたので、これもね、私の身長に合う長さっていうのがないから、これは捨てるわけにはいかないので、でも着ないわけよ、全然。で、この黒いスカート、夏にも服着るとき暑いからこれを着たりしてます。なので、この黒いスカート2つはこの一番後ろにかけておきます。落ちた。これ今使ってないやつ。ちょっと使ってないのどけとこう。というわけで、この周り、後ろ奥とか周りに大事だけど捨てられないものを入れてみました。あと、捨てないものを持ってこようかな。冬服の。冬のダウンコート洗ったやつ。秋のコート。そして、冬のパンツ、スカート。冬のパンツとスカート。アウター。春のスプリングコートとジャケット類ですね。これはジーンズの。これは買えば値が張るし捨てられないので、はい、これで以上で、とりあえず季節外というか捨てないもの、大事なものは入れました。じゃあ戻ってみます。と、残りがこういう感じになったので、ここからはちょっと着るもの、着たもの、使うもの、使ったもの、使ったもの、いや、ここからちょっと毎日着るものを取っては、そして洗濯したら向こうへ戻すっていう、そんな日々を過ごしてみたいかなって思って、これはちょっとそのままにします。この右の方の服は、ちょっと今、全然コロナでお出かけ風ではないんだよね。私、ガーデニング風と近所、ご近所買い物ぐらいなので。なので、ちょっとちゃんとした服が、スカートとかブラウスとかあるんですよね。それはちょっと着ないんだよね、はっきり言って。だけど、捨てるにも私、体型が、大きい女なので、ちょっとね、手放しちゃうと今度買うとき困っちゃうので、ちょっと保留だけど、ちょっとしばらく考えてみますね。ここに置きっぱなしにしてみます。で、それから太極拳ウェアは、これは長袖半袖パンツがあるんだけど、こっから毎日選んできて、残ったものは見直し、手放し、生徒さんにあげるとか、なんか考えたいと思います。はい、というわけで、365日のシンプルライフに習って、そこまで極端じゃないけど、50代の私が日々、生活していく上で、まあ、本当にこれは必要ないなというものをさらに厳選して手放せるか、ちょっとチャレンジしたいというふうに思っています。もうとにかくこの今コロナの状況で、なんか綺麗な格好して出かけるみたいな生活が全然なくなっちゃったんだけど、その服をもう思い切ってちゃんとしたものを手放してしまって、そしてその時のなんかおしゃれなものを着て出かけるようにしようかなっていう心が、ちょっと少しそっちの方に出してみたら動き始めてはいます。でもまだ自分で全部のそういうちゃんとしたちょっときちっと感のある服を手放せるかなっていうと、ちょっと自信がないので、こうやって分けて自分の洋服ともう一度よくこう自分となんていうか
向かい合って、自分の服と向かい合って生活していこうと思います。本当に捨てたくないっていう、やっぱりこれは大事っていうか仕方ないっていうか、そんなに使ってるわけじゃないけどっていう喪服とか、そういったものはもう戻したので、なんかちょっとこれから日々楽しみでもあります。これからやっていって、その旅ごとに皆さんにちょっとお伝えしていきたいと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。このハンガー手放せました。こんなハンガーに大事な服をかけていたんですよね。なんかそれもこう全部出してみた時に分かったから良かったです。とすでに手放すことが決定した2つが見つかりました。こういうことなんですよ。全部出してみると、だいぶ服は減らしたのに、ちょっともうこの冬物の傷んだフリースとか、あ、これもう捨てようっていうふうに思いました。ではでは。